ブライアン・ローサムは、アメリカ合衆国ニュージャージー州出身のバスケットボール選手、指導者。ノースカロライナ大学では、オールアメリカンプレイヤーに選ばれる活躍を見せる。1987年の NBA ドラフトで、インディアナ・ペーサーズに34位に指名される。翌年、シャーロット・ホーネッツに移籍。 NBA では3シーズンプレイして82試合出場457得点を残した。その後、フランス、イスラエルでプレイした後、1995年に日本リーグの東芝に移籍。1997から98シーズンの準優勝に貢献。1998年、イングランドリーグに移籍して、シーズン後引退。2004年、 スプリングサマーリーグ及びフルスホーネッツのミニキャンプで指導者キャリアを開始。同年、ABA カロライナ・サンダーのヘッドコーチに就任。コーチオブザイヤーを獲得する。その後は、同じ ABA のシャルロット・クランク・ゼネラルマネージャー、ユートブル・ブレバード・ブルーダックス、カタールリーグでヘッドコーチを務める。2009年、BJ リーグ、大分ヒートデビルズヘッドコーチに就任。 BJ リーグにおける元 NBA プレイヤーの HC 就任は4人目となる。2010年、契約満了。2014年、東芝ブレイブサンダース神奈川アシスタントコーチに着任。2019年、3円ネオフェニックス HC 就任。しかしチームは、開幕から10連敗と苦戦し、10月28日付で、双方合意の上契約解除となった。 ありがとうございます。